今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日なんですけども、皆さん iPad でマルチタスク活用されていらっしゃいますでしょうか？マルチタスクっていうとね、例えばスライドオーバー、スプリットビューとか、こういった複数のアプリを開いて同時並行で作業を行うっていう風な、これ iPad ならではの機能なんですけども、このマルチタスクを使うことによって iPad の生産性とか作業効率ってめちゃめちゃ上がるんですよ。ただ一方で iPad って何かね、買った時に説明書が入ってるわけじゃないんで、意外とね、こうなんとなく使ってるけども知らない機能とかもまだ結構あるんじゃないかと思って、今回はですね、 iPad で使えるマルチタスクの基礎テクニックを改めてね、ここでご紹介しようかなというふうに思っております。もう iPad でマルチタスク使ってるよって方でもですね、今日の動画の最後に紹介するショートカットを使ったマルチタスクのテクニックっていうのはおそらく知らない方も結構多いと思うので、もう自分はマルチタスク十分分かってるよって方はぜひ最後だけでもね、見ていただけると幸いでございます。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで今回は iPad のマルチタスクの知識まとめということで、マルチタスクの基本的なところから応用的なところまで全てご紹介していこうと思っております。まずは iPad で使えるマルチタスクの基本からおさらいしていきましょう。 iPad で大きく2つのマルチタスクの機能を使うことができるんですね。1つがスプリットビュー、もう1つがスライドオーバーです。スプリットビューって何かっていうと、通常 iPad ってね、アプリをこうやって立ち上げると1つ大きな画面でサファリのアプリがね、開くと思うんですよ。でこの状態でですね、例えば下からグッとドックを引き上げると、ドックの中にあるアプリ、これをですね、指で持ってドラッグするような感じで画面の端に持ってきます。すると画面を左右で分割して同時に2つのアプリを使うことができるんですね。この場合だったらサファリでブラウザを見ながら Spotify で音楽を聴くみたいなこともできたりします。でさらにこのスプリットビューっていうのは、真ん中のグレーのね、境界線にグレーの部分があると思うんですけども、ここを指で持つと左右にこうやって比率を変えることができます。サファリを小さめにして大きく Spotify の画面を開くとか、逆もしかりでこれグレーを持って右に持っていくと、サファリを大きく、 Spotify をちっちゃくしながら画面を分割することもできたりします。でさらにですね、このスプリットビュー、左右を入れ替えることも簡単にできるんですね。これどうやるかっていうと、アプリの上に3点リーダー、点点点が3つあると思います。でこれを指で持ってこうやって左右にドラッグすると左右を入れ替えることができるんですね。でこのスプリットビューの状態っていうのはそのまま維持しておくことができるんで、例えばこのね、作業を一度終えてホーム画面に戻ります。で戻った後もですね、このマルチタスク、下から指をグッと引き上げてマルチタスクを展開すると、こんな感じで、ね、今使ったスプリットビューのセットですね、 Spotify と Safari のセット、これを保存しておくことができます。他にもね、ちょっとマルチタスク見てもらうと、この横に App Store とメモっていうね、まあ、こういう組み合わせ、さっき作業をしたとすると、これもまだ残ってるんで、ここをねタップするとすぐにアップストア、左はアップストアの画面で右がメモアプリっていう風な、自分が使ったこのセットっていうのを呼び出して使うこともできるんですね。でさらにこの人差し指を使って画面の下のバーのところ、ここを持って右左にスワイプします。するとさっとね、このマルチタスクを切り替えることができるんですけども、こうするとですね、このメモとアップストアのところから瞬時にサファリとスポティファイに行くみたいな、こういった切り替えをすぐに行うことができるんで、これ作業がすごく早くなります。例えば自分がレポートを作るときにメモとサファリ、メモで何かレポートを書いてサファリで調べ物をするみたいな、この作業セットがあるとすると、今メモ開いてるんで、ここにサファリを立ち上げますと、これね、上書きもできるんで簡単にね、左右入れ替えることもできます。でこの画面はもう自分はメモを書くための画面であるっていう風に位置づけて、この画面でバーっとね、調べ物をしながらメモを書くと、でちょっと別の作業をするときはまた左に戻ると、アップストアと例えばこうね、Spotify 開いてちょっと息抜きにこの画面でいろいろ音楽を聴いたりとかアプリを探すみたいな、まあ、こういう作業の仕方をするとすごくはかどるんじゃないかと思います。そしてスプリットビューを終えたい時は、このね、真ん中の境界線、これをグッと最後まで引っ張るとまたね、1個の大きな画面に戻るんで、スプリットビューを終了して1つのアプリを使うことができます。でさらに今ドックからアプリを持ってきたんですけども、ドックに置いていないアプリでも簡単にスプリットビューで展開することができます。どうするのかっていうと、またこれ画面上部の3点リーダー、ここをタップするとですね、スプリットビュー、スライドオーバーっていう項目が出てきます。でスプリットビューを使いたい場合は、これスプリットビューをタップすると
はい、こんな感じでね、今開いてるアプリをちょっと一旦端に寄せてホーム画面が出てくるんですよ。でこのホーム画面でスプリットビューで反対側に開きたいアプリを選びます。例えば今回何にしようかな、キーノートとか開いてみましょうか。キーノートをタップすると、はい、こんな感じでですね、左にサファリ、右側にキーノートって形で、このドックに置いていないアプリも簡単に開くことができるようになりました。ここまでがスプリットビューの基本的な使い方の解説ですね。次はスライドオーバー行ってみましょう。スプリットビューっていうのは画面を左右に分割して同時に2つの作業をしたいときに便利なマルチタスクの方法なんですけども、スライドオーバーはどんな時かっていうと、ちょっとだけ一時的に別のアプリを使いたいなときにすごく便利なマルチタスクの方法なんですね。ちょっと実際に展開してみましょう。展開の仕方は先ほどと同じですね。このドックから引き出して、例えばまた Spotify のアプリこうやって持ってきて、次はね画面端まで持っていかずにこの画面の上で指を離します。するとこの画面の上にもう一個アプリが乗っかってる、浮いてるような表示になります。でさらにこのスライドオーバーのアプリっていうのは左右に自由に動かすことができます。左端か右端ですね。でこれ何に使うかっていうと、普段は大きな画面でサファリを使いたいけども、音楽の早送りをするとき一瞬だけ Spotify をサクッと使いたいんだよねって時に便利なんですよね。でこのスライドオーバーは画面に隠しておくこともできるんで、普段はこうやってサファリでこう調べ物をしながらちょっと音楽を早送りしたいなと思ったら、またね隠した方、今右端に隠したので右端から真ん中に指でドラッグすると一時的にこの Spotify が出てきます。でこれ Spotify 触りながらでもサファリ触れるんですけども、ここで例えばちょっとね Spotify を操作をして、でまたもういらなくなったら画面端にシュッとねのけておきます。画面の領域を邪魔せずに他のアプリを使うことができて、これすごく便利なんですね。あとはドラッグアンドドロップにすごく便利です。実際にやってみましょう。次は写真アプリをちょっとスライドオーバーへ展開したいんですけども、またね先ほどとは違ったスライドオーバー、スプリットビュー、マルチタスクの展開の仕方をご紹介します。何かというとスポットライトっていう検索を使ってマルチタスクを展開します。これねコマンドとスペース、キーボードが必要なんですけども、コマンドスペースを押すとスポットライト検索ってものが出てくるんですよ。これは iPad の中にあるあらゆるものを検索できるっていう風な、こういう機能なんですけども、ここで例えば欲しいアプリ、今開きたいアプリを写真って開きます。するとトップヒットのところに写真のアプリ、このアプリ開きたいんですかっていうのが提案が出てくるんですよ。で今写真アプリを開きたかったので、このままこのアプリを持ってドラッグするとスライドオーバーで開くことができます。こういう展開方法もあるのでぜひね覚えてみてください。でここで写真アプリを開いた時に、例えばねこの写真アプリの中にある写真をこの動画編集アプリの方、こっちに読み込みたい時とかにドラッグアンドドロップがすごく便利なんですけども、例えばこの中から写真を1枚選んで、これをこっちにドラッグアンドドロップします。すると写真がちゃんと読み込まれたので、あとはもうねいらないのでこれを片付けておくみたいな形にすると、一時的にドラッグアンドドロップのために別アプリ、写真アプリとかファイルアプリとかそういったものを呼び出してドラッグアンドドロップだけして、あとはもうねまた隠しておくみたいな、こういう使い方に便利なのがスライドオーバーっていう機能です。このスライドオーバーっていうのは実は複数のアプリを同時に開いておけるんですよ。これどういうことかと言いますと、今ね動画編集してますと、でまあ写真をドラッグアンドドロップしたいから、こうやって写真アプリを持ってスライドオーバーで展開しておきます。でさらに場合によってはドラッグアンドドロップじゃなくてサファリで調べ物もしたい時があると、そうしたらもう一個ですね、このサファリのアプリをこうやってスライドオーバーの上に開いておきます。すると今写真アプリとサファリのアプリ、この2つをスライドオーバーで開いておくことができました。なのでこれですね見てもらうと、今サファリがスライドオーバーで開いてると思うんですけども、一番下の黒いバーですね、サファリの黒いバーを持ってこれ左右にシュッと横スワイプするとアプリを簡単に切り替えることができるんですね。スライドオーバーのアプリを切り替えることができます。なので写真をドラッグアンドドロップしたいときは写真アプリを使って、これが終わって次調べ物したいなったときはさっと切り替えてサファリで調べ物を行うみたいな、こういったスライドオーバーの中でもアプリをくる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 変えることができるんですよ。でさらにこのスライドオーバーのアプリは下のバーを上にスワイプすると、はい、こんな感じで実はめちゃめちゃたくさん開いてました。僕今ねカレンダーアプリ、グッドノート、スポティファイ、写真、サファリっていう風に5つのアプリを開いてるんですけども、こうやって複数たくさんアプリを開いてそれを自由に切り替えながらマルチタスクってのができるんですね。でさらにこのスライドオーバーの画面ね、マルチタスクで全部見て、もうこのカレンダーアプリ今使わないからいらないなって時は普通のマルチタスクと同じでアプリを持って上にスワイプすると消すことができます。なので GoodNote も今いらないなってなったら GoodNote 消して、
写真とサファリと Spotify、 この3つのアプリを自由に切り替えながらですね、こうやってすぐに作業を継続することができます。でここまでがスプリットビュー、スライドオーバー、基本的な2つの、ね、テクニックをご紹介したんですけども、実はこの2つ併用することもできます。実際にやってみましょう。今ルマフュージョンという動画編集アプリを開いています。この状態で、スプリットビューでサファリを左に置きました。でこの状態でさらにスライドオーバーを出すと Spotify を開いています。こんな感じですね、スプリットビューしながらスライドオーバーも出してってことが可能になるんで、先ほどご紹介した通り、この、ね、スプリットビュー状態で何か同時に、ね、作業をやってて、ちょっとだけ別のアプリ使いたいとか、ドラッグアンドドロップしたいときは別のアプリをスライドオーバーに出してくるみたいな、こういう使い方をすると iPad でも最大3つまでのアプリを同時に使うことができて、作業効率めちゃめちゃ上がるんじゃないかと思います。そしたら今大きくスプリットビュー、スライドオーバー2つご紹介したんですけども、実は iPad にはあと2つほどマルチタスクっていう機能があるんですよ。それを紹介してこのね基本編は終わりにしたいと思います。何かっていうと、まず一つはピクチャーインピクチャーですね。これは YouTube の動画とか、あと例えば FaceTime、 ビデオ通話とかですね、こういった通話画面とか動画画面を開きっぱなしにしながら別の作業ができるっていう風な機能になっています。ちょっと今回 YouTube を例にとってピクチャーインピクチャーやってみましょう。今僕のチャンネルページ開いたんですけども、ここで何でもいいので動画を再生します。この動画再生して、でこの動画を再生した状態でホーム画面にそのままね戻ると、こんな感じで動画プレイヤーだけは画面上に置いたまま他のことができるようになるんですよね。ちなみにこの YouTube のピクチャーインピクチャーって機能は多分 YouTube プレミアム限定の機能だと思うので、これは YouTube プレミアムに入らないとできないんですけども、例えば FaceTime、 ビデオ通話とかだとね同じことができて、ビデオ通話しながらホームに戻るとビデオ通話の画面は継続したまま他の作業ができたりします。なので YouTube を再生しながらこの状態でサファリを立ち上げると、サファリでね調べ物をしながらこの YouTube 動画を見ることができます。このプレイヤーはね大きさもちょっと変更することができるんで、すっごく小さくしながらこう作業したりとかね、しっかりと動画を見ながら作業するとか、こういったことが可能になります。そしたら次は2つ目、これ最近実装された新しい iPad のねマルチタスクの機能なんですけども、クイックメモっていう機能です。これどういう機能かっていうと、どこからでも純正メモを呼び出せるっていう風な新しい機能なんですね。具体的には何かね画面を開いてる時に、画面の右下から中央に向けてスワイプするとですね、はい、こんな感じでちっちゃなメモが出てきます。でこれもちろんテキスト入力もできるし、 Apple Pencil で手書きをね行うこともできるんですね。こんな感じで何か調べ物をしながら、作業をしながらちょいっとメモをしたいなみたいな、付箋感覚で使うのがこのクイックメモっていう風な機能なんですよ。これもですね、この他のアプリを開いた状態で同時に作業することができて、これもまた大きさをねちょっと大きくすることもできたりするし、画面のね縦横無尽どこでもこうやって貼り付けることができるんで、これもね一つマルチタスクの機能かなというふうに思います。というわけでこの章では大きく4つのマルチタスクをご紹介させていただきました。スプリットビューとスライドオーバー、そしてピクチャーインピクチャーとクイックメモですね。これ全て組み合わせることができるんですよ。ちょっとやってみましょう。合計全部で、1,2,3,4,5 5つのウィンドウを同時に出して作業することもできなくはないんですけども、多分これはできないです限界はここってだけで、まあ、これらをね組み合わせて自分の最適な作業スペースを作っていただくと、 iPad でも複数の作業を同時にすることができます。そしたらマルチタスクの基本が分かったところで、次はちょうど最近 iPadOS16 から実装された画像を使ったマルチタスクのちょっとしたテクニックっていうのをご紹介しようかなと思っています。主にね紹介する機能2つあります。まず1つ目が被写体切り抜き機能ですね。これどういうものかっていうと、今ちょっとね右側に写真を開いてて、左側にスプリットビューでメモアプリを開いています。でこの気球を今ね写真撮ったんですけども、この気球の写真、背景の空とかはいらないから、気球だけを切り抜きたいなと思う時ってあると思うんですよ。例えば気球であるのでも人物でもいいです。この人物だけを切り抜きたいとか、被写体だけを切り抜きたい時ってあると思うんですけども、 iPadOS16、 これ iPhone でもできるんで iOS16 でもいいです。この16以降は被写体切り抜きってことが簡単にできるようになったんですよ。ちょっと実際にやってみましょう。この写真を今ね、見た状態で切り抜きたい被写体を指で長押しします。するとこうやって白くね境界線を認識してくれるんですよ、自動的に。でこの状態でコピーしてもいいし、まあ、せっかくだったらねマルチタスク機能でドラッグアンドドロップ使ってみましょう。この光ってる部分を長押しして
メモアプリにドラッグアンドロップするとこんな感じですね。背景が綺麗に透過された写真っていうのを切り抜いてドラッグアンドロップで他のアプリに持っていくことができるんですね。もちろんメモアプリだけじゃなくて、さっきのね動画編集アプリに切り抜いた素材をそのまま入れちゃうみたいなことも簡単にできたりします。これが新しいね被写体切り抜きっていう機能なんですね。これすごいシンプルなんですけども、すごく楽しくてね、思った以上に精度が高いのでぜひ試してみてほしいなと思います。次は2つ目は画像内動画内のテキスト認識の機能ですね。これもまあやってることは大体似通っているんですが、この写真を今用意しました。でこの写真の中に英語がちょこちょこ入ってるじゃないですか。例えばこの上の部分ね、クイーンビクトリアマーケットって、これオーストラリアのねマーケットなんですけども、このテキストをコピーしたいと、まあそういう時にこの写真の文字の部分長押しすると、はい、これテキストみたいにブルーで選択することができるんですね。でこの状態でコピーをして、でこっちのねメモアプリにペーストすると、クイーンビクトリアマーケットって綺麗にテキストをそのねテキストとして認識してコピーすることができるようになりました。これもねすごく便利な機能で、例えばこれがあまり日本人に馴染みのない韓国語とかフランス語ドイツ語とかだったら、なかなかね自分で入力するのって難しかったりするじゃないですか。他にも本の一部をねスクリーンショット撮って、その本の長文ずらーっと並んでるテキストをコピーしてペーストしてね、なんか自分用に使うとか、そういったことにも使えるようになったので、この画像の中からテキストを認識するのはかなりこれね使い勝手汎用性高いと思います。でこれ写真だけじゃなくて動画でも同じことができるんですよ。今ちょっとね今動画を用意してみました。このね僕の昔レビューしたこの商品の動画なんですけども、こっからこの字のところマグネットで簡単にスタンドに取り付けっていうところを長押しすると、はい、ちゃんとテキストを認識することができて、これコピーしてまたメモアプリの方にねペーストするとマグネットで簡単にスタンドに取り付け、漢字ももちろんねバッチリと認識してくれています。こんな感じで画像とか動画からテキストを取り出すことは簡単にできるようになっています。そしたら最後なんですけども、ここまでスプリットビュースライドオーバーをはじめとしたマルチタスクいろいろご紹介してきました。でこれって結構使うペアって限られてくるというか、毎回同じだと思うんですよ。例えば何かねメールを送るときに、そのメールで予定合わせるためにカレンダーアプリをスプリットビューで開いて、このねカレンダーを見ながらメールを打ちたいみたいな、まあ、こういう時ってよく発生すると思うんですよ。でこの時に今やったみたいにメールアプリを開いて、次はカレンダーアプリを開いてっていう風に自分でパパッとねスプリットビューを毎回作るとなると結構これめんどくさいんですよね。まあ、そんな時に自分で保存指定したスプリットビューのペアを瞬時に開く方法っていうのがあるんで、それをね皆さんにご紹介しようかなというふうに思っております。これどうやってやるかっていうと、ショートカットアプリを使います。この右上のこちらのアプリですね、このショートカットアプリを開いて、ここから新規のショートカットをプラスで作ります。でこれすごい作り方簡単なんですけども、この検索枠のところにアップ APP って入力するとですね、まあ、いろんなアプリに関するショートカット出てきます。その中にスクリプティングってところがあって、ここで画面を複数のアップで分割、これをドラッグで持っていくだけです。するとですね、どのアップとどのアップで画面分割しますかっていうふうに聞かれるんで、ここで今やったみたいに、例えばカレンダーアプリとメールアプリですね、僕はスパークなんでスパークを検索してスパークで画面分割しますと、でさらにこれ矢印ボタンを押してもらうと比率もね自分で変えることができるんで、このね1/2、1/2半々で分割するか、1/3と1/2で分割するかっていうのを決めることができます。でこの状態でこれをね、例えば名前を変更しておきましょう。名称変更で、カレンダーとメールっていう風に変更して、でこれ再生すると、はい、こんな感じですぐに左はカレンダー、右はメールっていう形でアプリをね瞬時にスプリットビューで開くことができるんですね。でさらにこのショートカットっていうのはホーム画面にそのショートカットを配置することもできます。実際にやってみましょう。共有ボタンを押して、ここからホーム画面に追加、これがあるんで、これにホーム画面追加します。アイコンを変えることができるんですけども、一旦このカレンダーとメール、このカレンダースラッシュメールとかにしましょうか。こんな感じで追加していますと、するとホーム画面戻るとですね、カレンダープラスメールっていうアイコンが追加されてるんで、これをタップすると、はい、すぐにショートカットでカレンダーとメモアプリをスプリットビューで開くことができるんですね。作業のペアっていうのをこのショートカットで割り当てておいて、ホーム画面に追加しておくと、予定確認してメールを返信するモードオンみたいな感じですぐにパンと立ち上げてスプリットビューをダッと出すことができるっていう風な、ちょっとね効果音が今多かったんですけども、こういう効率的な作業ができるようになりますと。さらにスライド
ドオーバーでも同じようなことができます。プラスボタンを押してショートカットを追加してね、また同じように APP って打ち込んでアプリを開く、アップを開くを選択します。でここでまたね、じゃあカレンダーアプリを開きましょう。でさらにですね、もう一回 APP でアップを開くにして、もう一個アプリを開くようにします。でここでは何にしようかな、写真アプリにしましょうか。なので写真と打ち込むと写真アプリが出てきます。でこの状態で写真アプリの方をスライドオーバーで開くって設定もできるんですよ。でこうしてこの状態でね、じゃあ再生してみましょう。すると再生、はい、カレンダーが開いてその後すぐに写真アプリが開くっていう風な、全画面プラススライドオーバーっていう風な組み合わせも簡単に作ることができるんですね。なのでスプリットビューはもちろん、スライドオーバーも自分のお好きな組み合わせを作って、また同じようにホーム画面に配置しておけば、簡単に自分の作業の組み合わせっていうのを登録することもできます。こんな感じで iPad ってマルチタスク使いづらいよねとね、よく言われちゃうんですけども、自分の設定とか使い方によってはね、多少のマルチタスクは全然もう使えるような時代になってるんで、ぜひ皆さんも iPad を持っているのであれば、 iPhone よりもね、大きな画面を活かすにはやっぱりマルチタスクを活用するっていうのが一番分かりやすい iPad の価値だと思うんで、ぜひマルチタスク使いこなしてみてください。今日の動画少しでも役になっていれば嬉しいです。というわけで今日の動画はここまでです。少しでも面白かったなとか参考になったよと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。